マ娘プリティーダービー。どうものっちん TV です。スマ娘動画っていきたいと思います。春は始まりの季節、私の予定もすべて作成済みです。全体計画の他にレース、行事などタスクごとのものも。はい、ということで春は始まりの季節、動画やっていきたいと思います。今回の動画は新育成馬娘、そして新サポートカードガチャ更新情報になります。ということでですね、今回新育成馬娘新登場ということで来たのがサウンズオブアース。こちらの馬娘ちゃんが今回新馬娘として実装となります。そしてサポートカードガチャはね、こちら見えている通りね、セレクトピックアップ復刻系統という風になっております。いや皆さん、まずはですね、実装この予想どうでしたでしょうか。アースの予想はですね、まあ表には入れているもののですね、なかなかまあまあまあでもそうかなというね、考えるとそうかなっていうね感じでは個人的にありました。で、昨日のですね動画ですね、新ガチャ予想系統の動画ですね、こちら振り返っていくとこんな感じでした。まあ初めにということで、こういうねスキルポイント育成の動画も上げておりますが、こういうところでキャラを見ていくと、ここですね、まあビルシーナとかね、まあ強しとかがまあ、来るかなとか、まあ星2とかの可能性強しはありますけども、そこら辺を持っていたところですけども、まあサウンズオブアースねとかね、ロイス&ロイスとか、ここら辺もですね、まあどっかに挟んでくるっていう話はね、まあありますんで、今回はこのサウンズオブアースが来たという感じになっております。はい。で、あとはですね、サポカ予想は、まあ、復刻っていうところでですね、まあ、そこについてはね、結構ね、合っていたかなと思います。ここについてもね、またね、喋っていきたいと思いますが、まずはサウンズオブアース見ていきましょう。今回ですね、まあ、でも考えると結構いい時期実装だなっていうところですね。そして、あとはサウンズオブアースに関しては、まあ、星3実装なんですね、という感じですよね。まあ、チームカノプスのメンバーではあるっていう感じではありまして、まあ、ただね、サウンズオブアースの実際の戦績見てみても、まあその3着がいっぱいというよりは2着がいっぱいみたいな、そういうところで3なのかっていうところと、あとは次ですね、長距離のリーグオブヒローズが始まります。まあマイルのねチャンピオンズミーティングが今日決勝なんですけども、その後長距離が来るんで、そこにもまあ適しているかなっていうところがサウンズオブアースについてはあります。はい。ということで、アースのですね史実の戦績見ていくとこんな感じになっております。まずはですね、こういう風に結構レース数も出ているんですが、こんな感じで重賞に関してはこの2着ですね、この、まあ、シルバーコレクターっていうんでしょうか、まあ、そういう感じで2-2-2-2-2っていう結構ねすごい成績も収めているという感じです。まあ結構馬娘やってると1着がめっちゃすごいっていうのもあるんですけども、結構2着とかでも障害そのね賞金とかも結構まあいくんじゃないかなというふうに思いつつですが、例えばですね、菊花賞2着とかね、こういうところ、有馬記念2着、ジャパンカップ2着っていうふうになっているね、そういうところがですね、成績としてあるという感じです。なんでまあこう見てもらえば分かる通りね、結構この中長距離っていうところでですね、成績を出している、まあ、娘がサウンズオブアースになるという感じです。はい。で、実際にですね、ゲーム内で適性どうなるのかっていうところを見ていくと、こんな感じになっております。サウンズオブアースの適性成長率に関しては、こういう感じになっていて、まあ、芝 A、そして中距離 A、長距離 A、そして差し A、先行 B っていうのが、青春杯でね、まずはね、見えているところでございます。なので、まあ、こんな感じで、まあ、中長向けになってくる。そうすると、次の LO1 でも、まあ、出すことできるなっていうね、そういう感じになっているかなというふうに思います。あとはスキル面見ていくと、まあ、直線回復、タレ馬とかね、末足遊びとか、結構これ汎用的なものがあるので、今回のこのアースの性能、まあ、予想になるんですけども、予想的には、まあ、その回復スキルの固有とかを持っていつつ、まあ、カノープスメンバーでね、まあ、チタンとかみたくね、回復スキルとかを持っていて、で、あとはですね、汎用的な速度を持っているっていう感じになるんじゃないでしょうかと思います。まあ、加速とかがなんかめっちゃあるというよりは、回復スキル自前っていうところで、まあ、出していけるかなっていうね性能になって、まあめちゃくちゃその加速で人権みたいになるよりは、汎用的な性能になりそうかなというふうに思っているという感じです。
はい、なんでですね、まあ、明日ですねまた解説はいたしますが、まあ、今回、まあ、キャラについては抑え目っていう風になるかなという風に思っております。あとあるところがサウンズオブアースに関してはサポカのアースが使えないっていうことがありますので、まあ、そこは結構まあでかくなっちゃうかもしれませんし、まあ他のねスタミナの強いのを使っていくかとかになっていくっていう感じかなという風に思います。あとは成長率に関しては、まあ、スタミナとかがありそうに思いきや意外とパワー成長率あるんじゃないかなとか思っております。そんな感じになっているキャラなんですけども、まあ、またね、性能もね期待していきたいと思います。はい、で次ですね、次なんですけども、こちらサポートカードガチャ軽くラインナップ見ていきましょう。で今回ですねセレクトピックアップサポートカードガチャとして、来ました。復刻が来ました。でまず最初に言いたいところとしてはですね、まあ、復刻っていう予想はねさっきも見せた通りしていたんですけども、ゴルシとか入ってるかなとか思いつつね、あとまあスピパーマーは入ってるだろうなと思ってたんですけども、ゴルシスピゴルシとか入っていたらまあ個人的にはですね暑かったっていう感じなんですけども、まあ、長距離のねサポートカードが多めに見えるという感じです。はい、なんでここに関してはですね前回のこれですねサードアニバーサリーと少し比較見ていきましょう。サードの方はですねやっぱりこれめっちゃ強いなっていうことを言っていた通りですね、ドゥラメンテアースとかね、まあ、根性七、もちろんマックイーンとかカフェとかね、そういうとこも強いんですけども、ブルボンとかねめちゃくちゃこうね、例えばまあスーパー大使い使用頻度超高で言うとねこんな感じになっていたんで、こっちもですねめちゃ強いなという感じです。もちろんね迫る崖とかもありますし、はい、で今回のを見ていくとこんな感じです。比較少しすると L、今回入ってますね。でドゥラメッテが入ってません。で長距離で言うとですねマックイーンね、さっきも入っていましたが、もう人権、まあ人権というか先行で最強っていうね、感じになっております。でカフェは次長距離で無我夢中取るときには使っていく。そして今回チケゾー入ってますね。チケゾーはまあ強い、まあマイルの方が多分ね長距離よりねマイルとかの方がマイル中距離の方が使うと思うんですけども、そんな感じでですね結構強めとしてはこういうところかなと思います。でネイチャーはさっきも入っていたという感じです。で、あとね一応ここで軽く触れたいところなんですが、まあ、詳しくまたね、各種見ていくっていうのはまたやりますけども、一応触れたいところは今ここら辺の丸つけたものは今結構今でもめちゃ強いというね感じなんですけども、他がですね少しは最近ねスピードが2枚とかになってきて、ちゃんぽけもねちゃんぽけですらちょっと性能じゃなくて編成できるかどうかっていうところね難しくなってきているところは少し注意点が必要になっております。なのでここはめっちゃ強いと思うんですが、まあ順番にいくとジャンポケは強いです。強いんですが L とドゥラメンテととかね、あとパーマーとか逃げだったらパーマーとか、まあ逃げじゃないとしてね後ろの客室だとして、じゃあ L ドゥラメンテパ、ジャンポケどれ選ぶかみたいになって、もちろんジャンポケ選んでも金スキルも強いですしレスボも10ですし、強いんですけども、まあ L ドゥラでもいいかなってなってくるというところでですね少し外れがちになるというところが最近のまあインフレみたいなのを感じるということです。なんでそこは注意してほしいです。もちろん普通に L ジャンポケでもドゥラメンテジャンポケでもめっちゃ強いです。めっちゃ強いんですけどもというね感じの一枚になっています。はい、で次パーマーなんですけど、パーマーについては、まあ、逃げで使うかなというところです。特に次、長距離 LO1 で赤北さんとかね出す場合ですね、赤北さんはその進化スキルとかに回復がついていないということでバイブス上昇まで少し欲しくなるかなということも、まあ、考えられるということでですね、スピパーマーでそのバイブスを取っていくっていうね話っていうところが、まあ一応想定されます。でこれもですね最近の風潮としてあるところなんですけども、ただサポートカードのその強さ的には L ドゥラメンテの方が強いからちょっと悩ましいよねっていう感じです。なんでこれはなんか水丸がですね最近少しマイルのそのチャンミ今ねやっていてもですね少しなんか最新からは、ちょっと足引っ張るなみたいな感じにまさかなるとは思ってませんでしたか。まさかの水丸がちょっと足引っ張ってるなみたく最近になっている風潮で、まあパーマーもその性能的にはね、どうかなというね感じになっているっていうところ、金スキル的にねちょっと編成に入ってくるっていう感じなんですけども、そういう感じなので、まあ長距離限定にもなりますのでそこはね注意してほしいということです。で、まあ、クイーンのスタミナも同じ感じですね。まあアースでいいやっていうのが一番大きいです。
でマックイーンとかあとまあスーパークリークとかがね選択肢になってくるかなというところなんですけども、そういう一枚ではあるので、まあサウンズオブアースの後天一足がまずすごく強すぎます。で今回ダットとかのこっちのねマックイーンの場合は中盤ランダムっていう感じです。でなのでっていうところになってくるので、まあスタミナはもしアースがあるならアースっていうところですね。でチケゾーはまあめちゃ強いです。チケゾーはめちゃ強いですっていうところ。ナリブは個人的には欲しいですね。サシとかやるときには欲しいなとか、右回りあるなっていうところです。であとは最後ルドルフ行くと、ルドルフは最近ちょっと、まあ、編成はさすがにやっぱオルフェーブル使うでしょと、ルドルフより強いオルフェーブルが出てきているっていうところは注意が必要なので、まあそんな感じでね、サポカガチャについてはなります。まあ今回ですね、まとめるとですね、この実装っていうと、まあアースはそのね性能次第というところでですね、まあアース使えないところを打開するぐらいの性能があればですね、キャラのね評価的には強いってなる可能性もまあなくはないっていうところです。まあちょっと抑えめになるかなという予想ではありますが、そういうところになっていて、サポカガチャはまあそんなめっちゃ回せっていう感じではないかなというところがまとめなので、まあ、やっぱりですね、前回の動画でも言った通りですね、まあ6月にもうね、実はあと2ヶ月ぐらいで新シナリオが来ちゃうという話があるので、まあジュエルね、まあ少し貯めるよりでもいいかなというところなので、そこも参考にしてみてください。はい、ということでですね、よっちんテビでした。最後までご視聴ありがとうございました。まあまたですね、性能解説なども明日あげますので、ぜひとも次の動画もですね見てみてください。それではよっちんテビでした。最後にですね、ちゃんみはですね、夜か夕方ぐらいに走ります。少しだけ見させてくれまあちょうどね、なんかいつもガチャ更新とちゃんみかぶっちゃうんですけども、ちゃんみですが、こちらねちょっとどうなるかまだ見てません。右ハル鼓動インポッシブル全感想 UDO 第1ルビー出します。ちなみに出したのは千代の王出してます。千代の王ちょっと切れ物ついたやつなんですけど、全部サポカがこうね、金スキル 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 うひょはい、 いや結構ルームはやっても強かったっす。これやるんで生放送もよかったら見てください。ということで、のちん TV でした。最後までありがとうございました。明日のガチャ更新も楽しみに、馬娘楽しんでいきましょう。それではまたお会いしましょう。のちん TV でした。またな！バイバイ。